じゃんくん。あ、影が出ちゃう。じゃんくん。今は10時半ぐらいですね。ポンちゃん。ポンちゃん、夜中の2時に、遊ぶ相手がなかなかクロケンパパできないんですけれども、眠くてね。マオイママさんが付き合っているんですが、昼間眠くてですね、大変なんですよ。お分かりですか？そこでですよ、パンちゃん。提案なんですけれど、今10時半。遊びませんか？パンちゃん。パンちゃん。パンちゃん。ここで遊びませんか？はい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 。ああ、壁はダメだよ。はいはい、おいで。おいでおいで。あ、来た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 。ゆっくり、ゆっくり来ています。わかりました。なでなで攻撃しましょう。ワンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、うん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 、
っと育ちになってきたから。まだか。まだなのか。この子たちこれ結構来たんだけどね。そうだね。またゆっくりしちゃう。遊びませんか。遊ぼうよ、ポンちゃん。ちゃんと一緒に遊んでいけるってくれない？でもね、パパは遊ばせるのが上手じゃないらしいんだな。あ、これも？ちょっと食いつき。羽だと食いつくのはポンちゃん、羽毛布団につながってますか？
チュク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 。羽毛つながりってことかい。また後で遊ぶか。もうちょっと元気になってきたらね。はい。ポンちゃん、ジャン君。遊ぼう遊ぼう。遊ぼう遊ぼう。現在11時を過ぎたところです。なんとかですね、浅い時間のクロケンおじさんがまだ元気なうちになるべく運動させたり、ストレス解消していただきたいんですが、なかなか食いつかないね。ポンちゃん、ジャックが遊ぶと遊ぶというかな、大人になるとそんなに遊ばなくなっちゃうね。あとは、マオイママさんの方が遊ばせるのはうまいかな。
ちゃん。ちゃんが新しい砂に興味を示してくれました。ちょっと黙ってます。いい感じですね。はい、よくできました。よっしゃ、ワンちゃん偉いね。ワンちゃん、いい子。ワンちゃん、いい子でした。よくおしっこできたね。この砂ですけれども、あ、おしっこどころかうんちしてあるね。今したのかな、さっきしてるのかな。この砂がですね、クロケンが買いに行きましたが、一番細かい砂だと思ったんですが、もっと細かいのがあったねっていう話があってですね、確かにうちに帰ってこうやって見ると、これはいわゆるチップ型のやつですね。いわゆる砂利というか、そういうのとは違っていました。また新たにですね、そういうのを探してみてもいいかなと思います。今回、ポンちゃんがおしっこ、いえ、うんこをしてくれましたね。これから片付けます。そして清潔に保ちます。ポンちゃんに続いてジャン君が新しい方の砂でおしっこを今しました。この砂の方がやっぱり人気だね。